このダンカンもいじめのことを懺悔してほしいって武志軍団の話してますけど、うん、これ浅草キッドの2人に聞くと実はダンカンさんは一番人間味があるというか一番関わりもちゃんとしてて誰もその2人ともダンカンさんのことを恨んでないんですよ<ー>。だからただダンカンさんのそういうことをネタにしたらそれがずっと広まり続けてダンカンさんも叩かれ続けてて<ー>でこれをちょなんとか釈明したいって玉さんも言ってたんですよ<ー>。実は他のののの軍軍団の方が軍団がメンバーの方がひどくて ダンカンさんちょっと笑いになることをやってちゃんと関係性もあってでだからまた別らしいんですよ実はこれってなるほどねなるほどダンカンひどいてなりすぎてるか実はそうじゃないなるほどだというやっぱりいじめってなっちゃうとどうしてもねあのカーとなりやすいからねあのふざけんなってなるのはもちろんわかるんでそれもねダンカンじゃないんだよっていう話はねああああなんかダンカンじゃない 段々、ね、いいやつみたいな話はしてますよ。なるほどね。うん、だちょっこの放送はご覧のユーザーの皆様が支援しています。